あの急なんですけど、ちょっと前に秋葉で声かけてもらったんです。で、あの私はオウムシリーズが好きですっつって、あの大声で言ってた短髪の子ね、声でかすぎて周りが何オウムシリーズみたいな顔してたからね。声でかいのは勘弁してください。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことチャンピオンタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんなディベでした。タックさん、こんばんは。こんばんは。相談なのですが、最近仲の良かった男友達が突然怪しい宗教みたいなものにハマってしまい、会った時も様子がおかしく意味不明な話ばかりしてきます。これは絶対に洗脳されてると思っていて、なんとか目を覚ましてあげたいと思ってるのですが、どうしたらいいですか。彼は YouTube が好きなので、目が覚めるような動画作ってくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。それはちょっと怖いっすよね。声で悲しさもありますよね。今日はこの宗教とか洗脳と言ったらというか、このチャンネルではすっかりおなじみあのオウム真理教の話なんですけど、まあ、ちょっと今日は後継団体の話をしようかなと思うんですけど、まあ、まずこのオウム真理教知らない方いないと思うんですけど、作ったのは麻原彰晃こと本名松本智津夫元死刑囚ですね。かつて宗教法人を隠れ蓑にしつつ武装化を図り、一般市民に対し化学兵器のサリンを使用して無差別大量殺人に及ぶというね、凶悪事件を実行して、2018年松本を含む全死刑囚の死刑が執行されています。やっぱ改めて被害もね見てみると、1994年の長野県松本市で起きた松本サリン事件、死者は7名、負傷者約140人。1995年の東京都内の地下鉄千代田線、日比谷線および丸の内線の車両内で起こした地下鉄サリン事件では、死者13名、負傷者5800人以上出してます。で、合わせて2020年3月には新たな犠牲者として、この地下鉄サリン事件の被害者であった女性が、まあ、25年にわたる闘病生活の末、サリン後遺症により亡くなられています。まあ、このように大量殺戮を目的として多くの犠牲者を出したというね、とんでもない集団でして、ただ一方で最近ニュースとかだとあんま見なくなりましたよね。まあ、この教団自体の実態というのがあんまりね解明されてない分、よく知らないという人もね、実際もう若い子で増えてきてるんですよ。ただまあそういった時を狙って、ここ数年ですね、この後継団体があるって話題になったりしてるんですよ。なると今日はこのオウム真理教の後継団体についてフォーカスして見ていこうと思います。まあ、中にはどういった活動してるのか、その実態であったりとか、現状言われてる問題についてもね、お話ししていきたいと思います。とは言ってもこの団体に関しては動画内でちょろっと触れたことあるんですよ。ただ詳しくは触れてなくて、サリン事件からは29年が経過してますね。で、今後継団体の人は3つの組織が主にあります。ちょっとその一つに潜入した激ヤバおじさんとのね、あのコラボ動画もあるんで、よかったら見てください。まずですね、公安調査庁というところがこの3団体について報告してて、まず新規での入会数、2020年では60人、2021年でも80人を超えています。結構多いですね。加えて年齢別で見ると、新規入会者のおよそ7割が34歳以下と、年齢的にもまだ比較的若い方が多いというのが特徴の一つで、この数はここ10年で比べると年々減少はしてるんですが、全体の入会者数は結構多いと言われています。で、2年前の話、2022年3月時点で、この3つの団体の信者数、まあ、大まかですけども在家信者っていうのが1350人で、出家してる信者が300人で、合わせて1600人ぐらい、拠点は全国15都道府県に計30施設ほどあると言われています。結構あるぞこれ。ちなみに海外のロシアにも約460人のロシア人信者がいるそうです。で、この勧誘方法っていうのも今風になってて、偽装のサークル仲間とかイベント参加者を募集する SNS のサイト上で、ヨガ、心理学、メンタルヘルスが学べますってこういう風に歌ってます。これ気になった人が連絡してきて勧誘させていくんですけど、まあ、実際団体の名前って出してなくて隠してる状態で、講師役、補佐役、サークルの会員役として前に立って講義を行ったりとか、他にも失業等とか雑談、悩み相談なんかも行っていくんですね。こうやって時間を作っていって、勧誘したい対象者との距離を徐々に詰めていくと。で、人間関係をまずは構築して、完全に信用しきった上で、急にサリン事件って陰謀だったって知ってるみたいな、もう陰謀論を展開してこの団体に入会させるそうです。で、まあ、この背景にはやっぱり SNS とかも関係してて、 SNS が発達してる今だからこそ、この事件を知らない若い世代が後継団体の嘘の情報に触れるっていうね、この危険性があるんですよ。要はこれよく見ていくと、教団名っていうのは変わってても、本質的なところはまだ全然変わってないんじゃないかっていうところ、さらに詳しく見ていこうと思うんですけど、まずオウムが破産した後、代わりに発足された団体で有名なものがあって、これが麻原彰晃への絶対的敬意を全面的に強調して2000年2月ぐらいに作られた主流派のアレフというところ、このアレフの責任役員を務めたのが上優文弘氏ですね。代表者として監察処分を免れるために麻原の影響力を払拭したかのように装って、まあ、いわゆる麻原各種の動きを推進して、そして2007年5月から活動する光の輪、あとはこのアレフの元幹部で金沢支部の部長だった山田美佐子氏を代表者として、アレフと一定の距離を置きつつも麻原への絶対的敬意を主張を保持しながら、2015年頃から活動している山田らの集団というこの3団体があるんですよ。この3つのそれぞれの活動内容としては、まずアレフでは麻原
原の肖像写真が飾られた祭壇に向かって朝原への敬意を誓う文言を唱えるとか、あとは過去の朝原のこう説法映像とかを見せるとかで、朝原が奇跡的な聖水っつって甘露水と呼ばれてる水があるんですけど、それを引用するとかね、だいぶもうオウム臭プンプンしてるんですけど、他にも出ましたパーフェクトサベーションイニシエーションね、普通に見えるようになったわ。この PSI と呼ばれてる、まあ、電極付きのヘッドギアがあるんですけど、まあ、あれを頭に装着してこれをつけると朝原の脳波データを注入できるみたいな。でこれとなんか映像の応用みたいなのあって、なんか朝原の脳波を記録したデータがコンピューターの画面に映し出されてて、その波形に沿って数ボルトの電流が信者の頭部に流れるってものがあるんですよ。で施設内の看板にはパーフェクトサーベーションイニシエーションを受けようみたいな、そういった用紙が掲示されてると言います。まあ、あとは未成年の指導というか児童向けの教材を使用したものもあって、彼らが主催するイベントとかに参加した未就学児とか小学生に対して朝原の教えとか修行の重要性を題材とする印刷物とか、でひらがな表記のカルタとかを用いて朝原の教えを刷り込んでったりとか、そういう勧誘活動を行ってると言われています。じゃあ次、光の輪なんですけど、ここはまあオウム真理教のような宗教の広がりを防ぐっていう風には言ってるんですけど、施設内では朝原と関係があるとする仏画を掲示していたりとか、集中セミナーですね、これ年3回1月5月8月において朝原が行った活動の基礎的ないしは本質的部分を維持したカリキュラムっていうのを実践してると言われています。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、具体的に何してるかっていうと、日程としては基本的に5日間ぶっ通しで行われてて、毎日昼夜に2回ですね、上友代表の講義があって、午前から夜まではヨーガ、気功、各種の瞑想法、野外の歩行瞑想とか、そういった学習実践を行うと、さらに個人に対する各種のヒーリングプログラムとか個人面談もあるんですけど、で最終日は決まって聖地巡りがあるそうでして、これってどのセミナーに限らず修行の一環としてやってるもので、かつての上友派が独自にこう朝原ゆかりの地みたいな、そう位置づけた神社仏閣とかを訪問します。あとはなんかオンライン瞑想タイムってね、初心者に向けてズームを使って無料で学習できると歌ったものだったりとか、8000から1万円の料金を払って3時間受講できる特別瞑想セミナーとかもあって、実際この団体の紹介ページとか見ると朝原隠しムーブはこう推進してるんですけど、あくまでもこう朝原とかオウムっていうワードは一切出てこないんですよ。ただなんか似た系統とか同じようなことやってはいるんですよね。で最後に山田らの集団についてもまあ似たような感じで、まあ、施設内ではアレフ同様祭壇があったりとか、あとは甘露水ですね、あとは朝原の著書が収納された本棚があったりするそうなんですよ。で結局このオウムの教義っていうのを広めて実現するという目的のために活動を行ってると言われてまして、直近だと2018年3月石川県金沢市の住宅街にある拠点から松本千鶴夫死刑囚の呼び名を繰り返して合唱する信者らの歌声がうるさくて、まあ、それがメディアで報じられたんですけど、その時朝原の生誕祭つって彼の誕生日を祝ってたんですよ。どこが消えとんねんって感じですよね。ただね、まあ、これ何が問題なのかというところなんですけど、さっきも言った SNS での勧誘ですよね。まあ、これコロナ禍前だったら対面型っつってね、なんか某コーヒー店とかどこどこのカフェ行くと絶対やってるみたいな言うじゃないですか。まあ、こういうのが大体普通だったんですけど、今もう SNS のメッセージとかボランティアの募集サイトを通じて勧誘していくケースがめちゃくちゃ多いんですよ。ならばさっき言ったように友人作りとかイベントの参加を口実に SNS でやり取りして仲良くなった後に団体名は伏せた状態で仮想のヨガ教室とか勉強会に勧誘していくと。実際にこの勧誘マニュアルなんかもあったりするんですよね。で実際2018年に違法な勧誘を行って団体名を伏せたまま入会金とか受講料を取ったとして特定商法取引法違反に問われていたアレフの出家信者が警察に書類送検されたっていうのがありました。でこの事件をめぐって警察がですね教団の施設を家宅捜索したんですよ。まあ、その時約250点の資料が見つかったと報道されたんですけど、ここには対象者の年齢を20歳から45歳に絞る、スピリチュアル、心といった書き込みを手がかりにして SNS で勧誘相手を探す、アレフの名を伏せたままで施設に誘い込み徐々に教団の教えを説くと、こういった彼らの手口が事細かく書かれていました。このように若い世代が狙われることっていうのが多いんですけど、このオウム真理教とか朝原商工がなんで誰なのかと、まあ、それに聞いてもわからない、過去の事件とかあんまりこうピンとこない人たちをターゲットにしていたりすると、そういった特徴もあるんですよ。中には大学生になってもアレフ信者が運営するこの無料のヨガ教室にまず勧誘されて、何回か通ううちにそのまま音信不通になったりとか、まあ、内部では家族との連絡をですね、まあ、意図的に立たせたりとか、団体に関わって以降もう10年以上連絡取れてないっていうね、そういうことも起きたりしてるんですよ。まあこの対策も一度行われてて、名古屋大と岐阜大を運営してる東海国立大学機構ってとかってね、ここがですねカルト宗教とか注意を促す啓発動画を作ってたりとか、ホームページとか YouTube 上で公開したりして警戒を呼びかけたりしています。直近ですと去年の3月ですかね、公安審査委員会が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、団体規制法に基づく再発防止処分を出して各地の施設の使用を制限して、不正などの金品受領禁止、さらには期限最終月となる同年9月には同処分の6ヶ月継続というのが決まりました。警察はですねやっぱり今もなお大量殺人の脅威があるというふうに見てて、信者らの動きにも目を光らせているというのが実情です。でやっぱり、ね、改めて騙されやすいというかマインドコントロールされやすい人なんですけど、例えばね受験シーズンとかなって落ちてしまったりとかした人とか、こう挫折から立ち上がれない人とか、そういう人とかでさらに自分に自信がなくなってってる、将来不安に感
感じてる人っていうのをターゲットにやっぱしやすいんですよね。大丈夫だろうと思ってる人ほど一度信じてしまうともう取り返しがつかなくなるとも言われています。じゃあその冒頭の友達がそうなってしまってるんですけどっていう場合なんですけど、これ逆にね止めすぎても逆効果になる可能性があって、っていうのももう入ってしまってる時には活動内容を信じ込んでるので、やっぱりこういった時って本人の心に疑問を投げかけるってことが大事なんですよ。ここの矛盾点どう思うとかね、あとはそこの組織以外の情報とかを見せてあげる。そしたら自分でこの矛盾点とか不合理な点をですね客観的に分析していくので、あれなんかやっぱおかしいのかなと、そういう風に考え始めるそうですね。まあ、これって人を怒る時も大事ですよね。なんか頭ごなしに言わないというか、あとはやっぱりね自分がそれを信じてるからこんだけお金払ってても別にいいんですって思うんだったら僕はいいと思うんですよ。自分が無理してなければですね、そのセミナー系っていうのは。でももしね過去にこういったことをやってる団体って知らずに勧誘されてて入ってるんだったら一度考え直してみた方がいいんじゃないかということでございます。皆さんね夏にはこういうのすごい増えるって言いますんで引っかからないように気をつけてくださいということでした。というわけで以上オウムの後継団体シリーズでした。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。